スイッチなんですか、これは。なんかスイッチのゲームらしいです。初めてやるんですよ、私も。だから大丈夫ですか。あ、曲、じゃあ曲選びますね。曲はみんなが知ってる曲がいいと思ったので、ダパンプの、USA でいきたいと思います。これですか。これ違いますね。USA とかが有名な曲も入ってるんだ。そうです、なんか K-POP が多いイメージです。選曲がギャルだっていや、ちょっとみんな知ってる曲の方がいいかなと思って、 K-POP とかも思ったんですけど、ちょっと USA で今回は行きたいと思います。お願いします。マルピ、その服で踊れるの。踊れます。二人ともワンワンでいいんですか。ダンス、あれ、これだちゃんが、あ、OK です。どうやんですか。なんかこれどれだ。これに画面の踊ってる人に合わせてこう真似すればいいだけです。多分一番左の人です。わかんない。あの左から2番目です。できない。 SA、 あ、すごい。どういうこと。これをなんか合わせてやるとなんかグッと音が出てなんか点数がもらえるんですよ。なんか手がピンクに光ってる人の真似をすればいいです。わかんない。なんかあの僕は誰、どの人やればいいのか。これ手のピンクになってるか。あ、ピンクの人だ。はい。あ、めっちゃいい感じです。難しいんだけど。なんかすごい踊れてません。なんか真似してます。まる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 はまるまるなんか手の動きを真似してるだけです。なんか TikTok とかもやってるから。あー、そうかもしれないけど、でも全然私ダンス下手で有名なんですけど。もうこれ長くないですか。長い長い長い。こんなフルコーラスを踊らされるんですね、これ。何これ、フォーメーションもやります。パフェットって出た。イエーイ。踊れてますね、私たち。ちもう疲れた。
腰腰これ疲れますね。もうあじゃあどうでしたか。楽しかったです。楽しかったよかったです。そうコメントはすごい、あのすごいみんな、あのダパンプに見えた。いやこれあのフルコーラスあるの知らなくてめちゃくちゃ踊らされてびっくりします。自分が用意してきたのに。ダパンプに見えたらしいですみんな。ありがとうございます。楽しかったです。あちゃんどうですか。いいです。まあ、点数の差があんまないのがちょっとよくわかんない。ね。これこれこれ。でもダンス好きな人はこれいいですね。確かに私は、まあ、ぶっちゃけそんなダンスは得意じゃないので今日初めてこういうゲームをさせてもらって意外と楽しいんだなっていうのが分かりました。ねとか言って、うん、はい、ではある程度これ馴染めてきたかなって思ったので次の企画に行きたいと思います。ではお願いします。